はい、皆さん、まいでまいどー。みんなのとこは、僕、長さ決めるときどうやって切ってんのかね。ちょっとわからないけどね。うちはまとめて一発で切っちゃうね。サイドからね。一番わかりやすいしね。長さ見るのにね。切り終わった後ね、コームで内巻きにして見せるってことだね。外、外ネにする人は外ハネでもいいけどね。切ってバサバサの場合さ、外巻きにも、内巻きにもなってんのよならさ、ただ、 見せちゃダメよ。やっぱり内巻きにするとか、ちょっと形つけて見せてるといいよね。今回は内巻きにちょっとね、コームで手で巻いてね、内巻きに。で、見せるってことだね。女の人はね、そういう細かいとこね、ご配慮できるけどね、女性美容師さんはね、男の場合はさ、大雑把だからね、切ってやらいいだろ、なんてね、はい、切ってどうだよ、なんてね。 格好になってない状態。とにかく切り口がさ、バサーっとしてるまんま、ね、で見せてもね、お客さんびっくりしちゃうね。う濡れてりゃ大丈夫だけど、とにかくね、ドライカット系だとね、ほんとにチョップカットでね、ザクザクザクと切っとかないとね、作風が悪いってあれらしないからね。ご新規さんの場合はね、心に被害を与えないようにね、少しずつ切,切りながらね、長さ決めてた方がいいよね。で、決まっちゃったらね、まあさっさっさと行っちゃうんだけどね。 ここはね、ただボブの長さ決めるだけだけどね、慎重になりすぎてね、話しながらね、10分も20分もかかっちゃ、ちょっと勝ったりよね、長さ決めるだけでね。といってね、魚さばいてるわけじゃないかね。パッパッパッとやって終わらしちゃってもね、あんなのってことになっちゃかんね。さ、長さを決めるカットっていうのはさ、絶対にまとめて一発で切っちまった方がわかりやすいよね。ブロッキングして下の方からちまちま切ってってさ、わからねえっての。 だから最初の打ち合わせがどうのこうのっつってもね、うんなのお客さんなんか分かりしないって最初の打ち合わせしたってさ、打ち合わせ通りさ、ことなんか進まないからね。最初きっちり打ち合わせしてその通り切るんだ。それがプロだ。この辺の考えもね、賛否両方論あるよね。自分なんかやっぱり工業製品じゃないからね。図面通りは切れないってことだよね。人間の頭だからね。最初のね、設計図通り切ってからいい頭になるかって、そういうことはないからね。カットもさ、20年も30年もやると、もう、 適当ってなるよね。カット技術って何よって。カット技術なんかねえよ、こんなものね。ただ切ってお客さんに合わせて切るだけであってさ、技術とは何ぞやってなっちゃうよね。技術は言えば、まあ、もを見る目になるのかね、最後はね。物を見る目がね、チョップカットの入れ方やセンニングの入り方ね、切り口の作り方、重さの残し方、まあ、軽さの出し方、何をどうして、どこをどのぐらい切っていいのかっていう、そういうのをね、 見えてくるっつうのかな髪の毛っていうか頭全体を見てね、考えないとどこをどのくらい切っていいかわかんないよね。で、重い部分があったらそこは長さを切るべきなのか、すくべきなのかね。何をするのが適切かね。それはやっぱり物を見る目になるね。髪の毛を見る目。はい、お疲れ様でした。ちょっとわけわかんない話になっちゃったね。はい。